風刺。風刺、風刺、風刺ともとは、多くの場合、変化を誘発あるいは阻止する意図をもって、主題、人物、組織、国家などの愚かしさを暴き出し長老する、文章、絵画、劇、映像等様々な文化的領域で使われる、表現技法である。ケルト人の社会において、吟遊詩人の風刺は、呪いと同様の物理的な効果をもたらし得ると、 考えられていた。技法として、パロディと似ている面もあるが、同義ではない。パロディは、滑稽な効果をもたらすために、誇張された方法で、他の芸術作品を模倣するユーモアの位置形式である。それゆえに、パロディは何らかの模倣による表現であるが、風刺は、必ずしも模倣ではない。また、ほぼ全てのパロディは、必然的にユーモラスな調子を帯びているのだが、風刺は、 ユーモラスである必要はなく、事実多くの風刺作品は悲劇に含まれる。風刺の主要な目的は、政治的、社会的、倫理的な変化の誘発、もしくは抑止であり、ユーモアは二次的な目的となる。ユーモアを含んだ風刺は、巧妙かつ偽装的であり、いわゆる、笑えない要素を含んでいる。風刺を導入するバーレスクの形式も、二つの異なる、 カテゴリーへ分類することができる。自然からそのままに採用された主題を高尚な形式で扱うハイバーレスクと、女子詩や詩の様式で伝統的に扱われる主題を採用し、それを貶めるローバーレスクである。西洋の文学における風刺は、紀元前5世紀より、基本的に異極都市の形式による社会論評の形式として受け入れられた。 古代ギリシアの劇作家アリストパネスは最も知られた風刺作家の一人である。その他の著名な古典気の風刺作家としてはホラティウスとユーエナリスがいる。この二人はローマ帝国時代早期に活躍した後世に最も大きな影響を与えた古代ローマの風刺作家である。中世初期には風刺作品の例はわずかにしか見られない。 12世紀における中世中期の到来と近世交互文学の誕生により、風刺文学は復権を成し遂げた。しかしながら、この時代の風刺作品では、公の人物に対する直接の風刺は稀であり、風刺はもっぱら風馬的な用法に用いられていた。文学作品の登場人物は時折風刺の題材として取り上げられたが、実在の人物や制度が取り上げられることは滅多になかった。 風刺によるこれより、直接的な社会論評は16世紀に再び、始まり、フランソワ・ラブレイの作品のような茶番劇、ファースが、より真剣な問題に取り組み、結果として、王権の怒りを買うこととなった。しかし、最も偉大な風刺作家たちは、合理主義を掲げた17世紀及び18世紀の思想運動である、啓蒙時代と共に現れた。この時、 団体や個人に対する狡猾にして辛辣な風刺化は民衆の武器となった。ガリバー旅行記でイギリス社会を通列に批判したジョナサンス・スウィーフトなどが代表例である。19世紀の小説家マーク・トゥエインは風刺新聞から長編小説に及ぶ様々な形式の風刺作品を発表した最も有名なアメリカの風刺作家である。また同じ19世紀、ロシアにおいては イヴァン・クルイロフのグーアが当時のロシア貴族社会を通列に風刺した。20世紀において風刺はオルダス、ハクスリーやジョージ・オーウェルなどの作家によりヨーロッパを席巻する社会変動の危険性に対する真剣かつ恐るべき論評に用いられた。よりユーモラスな風刺はピーター・クック、アラン・ベネット、ジョナサン・ミラー、デビット・フロスト、エレノ・アブロン、 ザ・ガドリームーアといった有名人らやテレビ番組ザ・ットワス・ザ・ウィーク・ザ・ットワスによってリードされた風刺ブームにより1960年代初めのイギリスで復興期を迎えた今日でも風刺は社会的な論評と表現の形式として人気を保ち続けているが風刺は常にユーモラスなものでなければならないという認識が広まりつつある必ずしも風刺はユーモラスなものとは限らない いくつかの風刺作品での誇張表現は大勢の人々に信じ込まれてしまうほどに巧妙である。これらの作品における風刺の性質は公には理解されないのかもしれない。その結果として風刺作品の作家や制作者が激しい非難にさらされた実例も存在する。2001年にイギリスのテレビ放送局チャンネル4は自動性的虐待と小児性愛問題に翻弄される現代。 ジャーナリムを揶揄し風刺する意図のパロディ知事問題シリーズブラスアイの特別番組を放映した。ユーモアの主題にするには重大すぎると多くの人間から考えられている問題をこの番組が揶揄したことに激怒した視聴者から放送局へ莫大な数の苦情が寄せられた。架空の馬鹿げたハードロックバンドのドキュメンタリーであるパロディ映画アイシス・スプイノル・タップは 何人かの批評家からノンフィクションと間違えられた。時折、政治的あるいは社会的な指摘に用いられることにより、風刺は社会に変化をもたらし得る。例を挙げれば、漫画、ドゥーンズベリーが、州内で、マイノリティに、身分証の所持を義務付ける、種差し別法を施行していたフロリダ州を風刺したすぐ、後に撤廃され、改正法が、ドゥーンズベリー法ーという愛称で呼ばれるに至った。 2000年のカナダ国政選挙戦においては、カナダ同盟、旧会格党による、十分な量の請願書がある場合には、住民投票を義務付けるというシステムの提案が、この1時間は22分、This ワ o u r Has 22 m ナッツという番組内で、封刺されたことで不評を買い、やがて撤回されてしまった。封刺はコメディにおいて、頻繁に使用されつつあるように見える。 多くの現代コメディ番組がある程度の風刺を用いており、コメディアニメも同様である。これらには、ザ・シンプソンズ、ファーザー・オブ・ザ・プライド、ファミリー外、フューチュラマ、さらに、オスカー賞を受賞した、ウォレスと、グルミと、ペンギンに気をつけろ、の他が含まれる。これらの作品はいずれも違ったタイプのコメディであるが、どれもある程度の風刺の上に成り立っている。その風刺の範囲は、 ザ・シンプソンズの社会辞表から、ファーザー・オブ・ザ・プライドのジーク・フリード,アンドロイの人造ジャングルでの動物たちの生活にまで及ぶ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。